吉谷さん、このグラスの上いっぱいいっぱいまでなんか食料があってね、餌があって、その上に、まあ、ネズミがね一匹座ってるんですよ。でネズミは通常いろんなところに餌を取りに行かなくちゃいけないんですけども、足元に見たら餌がいっぱいあるから足元の餌を食べるんですよね。で食べていくと減るじゃないですか。でどん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 ねこう減っていくんですよ。でもネズミはその足元に餌があるからもう狩りに行かずにその辺のものを食べちゃうんですよ。で結果どん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 沈んでいって、食べ物がなくなった頃にはもうこのグラスのね底にいてもう這い上がれなくなっちゃってる状態ってあると思うんですよ。でこれに似てませんかね。なんかとりあえず今日は食っていけるさって感じでデッドエンドに行ってしまう人の状態っていうのがね。私は足元にも餌があるんだけども、でも足元の餌を減らさずに、足元の餌を減らさずにね、外に取りに行くことを繰り返していって、でもマーケットに物がなくなってきたなと思ったら初めて下を切り崩していくみたいな感じにできればいいなと思ってるんですよ。いわゆる貯金を切り崩すような状態ですかね。まあそういうふうに吉谷さんの話を聞いて思っちゃったかなってとこですよね。まあ、茹でガエル状態とも言いますけどもね、こういうふうな足元に餌がいっぱいあるネズミ状態みたいなね、そんな感じでネズミというタイトルにさせてもらいました。いってらっしゃい。